地獄の逆立ちトライアルハンドウォーク。精神集中です。慎重な滑り出し。体操の経験はありませんが、スタート直後から試練が襲っている。試練が襲っている。あっと、西山平行棒で落下してしまいました。道半ばにして挫折しているハンドウォーク。今度の挑戦者辺見岳、いかに体力を温存して心臓破りの丘までいくか、これも大きなポイントになってきました。かなり速いペースで第3エリアクリア。ここもクリアして最初のポイント、悪魔の日本橋。これもクリアしました。ここまではいいペースだ。前半をこのヘミは36秒42、本番も険しい後半です。左右のバランス難しい茨の道、登りきれるか。行きました。さあここから8段の下り、慎重です。1段ずつ慎重です。クリアしました。心臓破りの丘、傾斜22度。今まで、あっと、ちょっと上下に揺れているなかなか前へ進まない。ちょっとさあどうだ。あーっと崩れた。心臓破りの丘に差し掛かったところ、前へ進めませんでした。予想以上の難関となっているようです。中野純也登場。順調に第3エリア天国への階段もクリア。この辺りでしかしかなり体力的にはきつくなってきているようです。さあ悪魔の日本橋、これをクリアしてブレイクゾーンまで達しました。まずは前半をクリア。さあ筋肉をほぐして後半突入。いきなり待ち構える茨の道、18ブロック、かなりの段差ばらつきがあります。登り切ったところが一つポイント。クリアしました。さあ正念場、ここから下りの階段。